えー、女性って何で群れるのでしょうか?」「噂口とか陰口とか話を振られるんですが話を合わせた方が良いのかな32歳女性より」。えー、と「地図が読めん話が聞けない男地図が読めない女」みたいなあの割とちょっと昔に有名になった本があるんですけどもともと女性って会話をすることでその「 異物を確認するるとといいう習性があるんじゃないかと言われて,いて要はその男性というのはカリウドだった時代ねそのなんかあの外に行ってなんかあの女性たちというのは巣にいてその自分たちの生活っていうのをその続けなきゃいけないのでその食べちゃいけないものとか例えば毒だったりとかを「これ毒だよこれ食べない方がいいよ」とか「この草食えるよ」とかっていうのをお互いに会話をすることである程度その。 コミュニティとしての知識を標準化するっていうのをやろうとするんですよね。なので、変わったことをする人っていうのは、そのコミュニティの害になる可能性があるので、排除しようとするみたいなのがあって、女性というのは、そのみんなが標準化しようとするので、なるべく尖った人を減らそうとするっていうのを、会話をやって、そういうチームを作りたがるというふうな文章を書いてあったんで、感覚的にはこれもそうなのかなとは思うんですけど、まあ、つまりいじめって言うとそうなんですけど、 ただぶっちゃけ最近どうやらそうでもないらしいみたいな話も結構あってその男が狩りに行って女を狩りに行かないみたいなのがもう定説として何となく言われたんですけど最近その,あの骨まあその 狩りに行ってた人たちの骨っていうのを掘り当てると、結構狩人の中の女性率が高いってことが分かってきたんですよ。要は、女性狩りに行ってないはずだったんだけど、あの、狩りに行って飯が食えなくて、そのまま死んでしまった狩人集団のその骨とかっていうのもあったりするんですけど、それ掘ってみると、あれ女、ね、女奥くみたいなことになってて、結構狩人の中に女の人いたっていう。要はあの、モンスターハンターっていうゲームであの、 女の狩人と結構いるんですけどあんなんないよって冗談で言ってたらすげえいっぱいいたっていうので実は男女あんまり関係なかったっていう説もあるんですよね。なんであのでの子育てをする男性もいたしそのずっとそのあの洞窟の中でそのあの調理をしたりとかなんかあのキノコを拾ったりっていう男性もいたし狩りに行くあの女性もいたしっていうので割とその男女の役割りっていうのは結構あのそれ適当だったんじゃないかとは言われてるんですけどただやっぱりそのなんか女性の方が会話をして異物を外すっていうのと。 あと個々生の女性とかがありがちなんですけど要はその同じような状態になった方が誰かが強制してるんじゃなくて同じような感じの方が安心感が得られるっていうのでその同じような価値観同じようなファッションセンス同じような髪型っていうのに従るっていうのでなのでやっぱりある程度そういう風習っていうのは日本人の女性にはあるんじゃないかなと思いました。